サツネイのブンブンマンブリライフへようこそ。現在10時9分ということでですね、すっかり夜が明けてしまったそうです。私いつもながら昼夜逆転の生活をしております。こう夜の時間ってなんだか編集に向いてますよね。静かで音のない世界、そんな中で黙々と編集作業に取り掛かり、気づけばさ、皆さんもお疲れ様です。深夜までお仕事をされている方、いやむしろ今朝まで夜勤だよという皆さんも、テスト勉強ゲームをしている皆さん、寝ている皆さんもこんにちは、おはようございます、こんばんは。岸田達也です。こんな時に一番やってはいけないことは何でしょうか。俳優であるならばなおさらこれは絶対にやってはいけないこと、そう、夜食。朝だけどね。その中でも一番食べてはいけないもの、キャット麺。一番やっちゃいけない気持ちわかる。皆さんぜひやらないでほしい。そんな皆さんを助けるべく、僕は皆さんのために矢を求めに立ち、自らの体を犠牲にし、皆さんを救いたい。持ってきました、カップラーメン。皆さんがカップラーメンを食べたいというその気持ちをこの動画にぶつけてくれればと思います。僕はこれを食べたら寝るんだ。食後2時間は寝てはいけない、そう言われるこの世の中で、むしろ朝に食べるものだから朝食としてもなんかその飯テロみたいな感じではないのかもしれないが、一番やっちゃいけない、ずっと席に座り編集をし、その上でこのカップラーメンというものを食べ、すぐに寝てやるんだ。レッツゴーブーン。無駄に一眼レフを準備いたしました。まあこれを開けるところからね、皆さんに楽しんでいただきましょうよ。ビールで言うプシュ、同じよ。さてさて、お、あ、すごい、もう味噌の香りがすごくする。さあ何か、なんだろう、これは後から入れるやつかな。まあ一旦はい、こんな。そしてこちら、こういうあの作者さんのね、こういう思いみたいのも書いてある、なんかちょっとおしゃれなパッケージでございますが、すごい、もう味噌の香りがするんだけども。調理方法、蓋の上の特製香味、広瀬香味的なこと、油、とりあえず開けてみるか。オープン。もうあの袋から勝手に出てるタイプだ。横浜の砂場みたい、そんな色しております。素敵でございます。火薬の種類はもやし、味付けメンマ、ネギとなっております。お湯を入れていきましょう。タツニーのまんまんま。お湯を準備してまいりましたので入れてみたいと思いますよ。皆さん、紙、通常でしたらね、僕お湯多めに入れるタイプなんですけども、今日はなんだかぴったり入れた方がいい気がするので、ぴったり入れてみます。よいしょ、5分間ですね。ぴったり5分でやった方がいいので、今21秒ほどラグがあったと思うので、で今もずっとこう切って、4分30秒のタイマーをかけられる。ヘイシリ、4分30秒タイマー、あれ、ヘイシリ、4分10秒タイマースタート。4分30秒のタイマーがすでにあります。置き換えますか。置き換えてください。長さをどう変更しますか。なあ、3分45秒じゃ。お好きにどうぞ。もうわかんなくなっちゃった。3分30秒。嘘でしょ？マジで言ってる？いや、スタートしてるし。あ、もうわけわかんない。もう一個とりあえずこれでいこう。ポッポー。ポッポー。この目とかこの首の輪っか、スワロフスキーらしいんだよ。お！停止！ということで、うわぁ、最高すぎる。てれれれれれれてれれてれれれれれ、いっ、わあすごい、本当になんか本当に結構濃厚かも。結構やっぱ僕はカップラーメン食べてきてるんでね、いろいろ。なんだそんな、別に 何を誰とどう、何を比較するか、ただカップラーメンですから普通にいただきますけど、じゃあいただきます、いただきます、実食。
最高ー。うー、けっとち、ばーん。わかるかな、このさあ、味噌のこのおつゆがさ、このわかるかな、これほら、わかる、ちょっとこのドロドロ、ちょっとドロドロ、スーパードロドロとかじゃないんだけど、ちょっと、しかもさ、汁がさ、このザラザラ系っていうの、ちょっと細かい、なんかほら、この汁、ほら、ここほらほらほら、白いの、これこっち系の味噌、僕大好き。ちょっとザラザラしてる。うまいじゃないですか、これ。いや、もう無理だ。いや、もう無理だ、これ。ヒョゲさん、これ、うまいわ。うまいわ、これ。合わせ替えてきた。いや、もう最後まで白切って、もう最後に、いや、これうまいな、どこのだろう。ヒカキンさんのかーいってやろうと思ったけど、これ無理だわ。いや、いろいろね、僕これを食べるにあたって、見たんですよ。いろいろやっぱりレビューとか、いろいろ他に YouTube 上げてる方とかいらっしゃるだろうしと思って、いろいろね、何十年もカップラーメンっていう歴史があって、それに対してね、死に物狂いでやってきた人たちがいる中で、ポットでのヒカキンさんのカップ麺が美味しいわけないじゃないですか、みたいな。まあ、いいことも悪いことも言われてましたよね。いや、でもこれね、うまいよ、マジで。やっぱご本人が一番分かってらっしゃるじゃない、そこは。やっぱり、なんていうか、どれだけ自分が知名度があって、まあ、やり方もだいぶ大きくやってらしたじゃないですか。めちゃめちゃリスクとプレッシャーのもとにこれを出したんでしょうね。もう想像絶しますわ。1年かかったんでしたっけ、これに至るまで。いや、もうこれでいいよ、ゴーってなるまで、めちゃめちゃ大変だったのな、本当に。いやー、すげえ、やっぱりあの方。僕お会いしたことないですけど、本当にやっぱすげえな。いやー、すげえ。麺とかより僕何、この汁に驚いてるわ。いや、うまいよ、これ。カップラーメンとしてね、300円っていう値段は確かに安くないかもしれないけど、それこそいろんなハイブランドさんが、いや、これ明らかにそんな普通の T シャツでしょ、このロゴのために何万も払ってんだよっていうのが当たり前の世界で、全然それでいいわけじゃないですか。普通の味でヒカキンさんのこのパッケージがあるから、100円200円高く、もうなんなら300円高くてもさ、話題性とあれで買うわけじゃん。ちゃんとリピーターまで考えてんのかな。これ食べさせられたら、あ、普通のカップラーメンよりちょっと高いぐらいこれ練ってるわって思っちゃう、これ。いや、日清さんビビっただろうな。ヒカキンさんからいろんなアイディア出ただろうし。この色ある？マジで。ちょっと動画撮らしてよ。見て、この色。ほら、このつぶつぶ。すごくないですか、これ。え、本当に僕ファンじゃないから、マジでフラットにやろうと思ったけど、はい、この感じ。うわ、いいの撮れた。っていうか、今本当に買えないんですもんね。世の中的には。うわ、やっぱ。汁がすげえ。どうやったんですかね。これ本当にちょっと、いや、僕はいろん、ほんとわかんない。言い過ぎなのかもしんない。ちょっとバフかかってんのかもしんないけど。いや、いろんなその込み込み、話題性とか込み込みしたとこです。これまずいっていう人いる？うますぎるぞ、普通に。カップラーメン300円ですって言われたら俺、リピートしたいわ。哲也くんマジで深夜にお腹空いたっつってこれ軽く食べてたけど、めちゃくちゃうまいじゃん、これ。プライベートでもこの感じで食べるわ、僕。言い過ぎてもダメなんだろうな。言い過ぎても嘘っぽい。これ難しいけど、僕はマジで結構感動しましたね。へえ、やっぱすげえんだな、ヒカキンさんって。超人だわ。マジですげえ。いや、マジですげえわ。いや、まず。ごちそうさまでした。もうこれ感謝したい。食べさせていただける機会、あの、哲也くんがね、一つ分けてくれたっていう。まあ、まずそこから、そして、あんだけもうなんかワクワクさせてくれて、なんか本当にどっちでも面白いな、みたいな。普通でも面白いし、美味しくなかったとしても、へって言ってやるぜ、みたいなことを一瞬でもちょっとでも思ってしまった自分が恥ずかしい。本当にすいません。すいませんでした。いかにこれがハードルの高いことかって、マジで皆さんにお分かりいただけるだろうか。僕はそれ超えてきたと思うな。ほら、これ、記念に撮っとこうかな、これ。この辺に。こうやって。いやー、でも、ヒカキンさんのね、動画、多分ほとんどの方見てらっしゃると思いますけども、完全に品薄状態で買えないっていう。
ことで、まあ、転売とかもね、続いていて、非常にまあ、そういう意味では、ちょっとこう、息苦しい状況ではありますけども、ぜひ、きっと、ヒカキンさんのことだから、皆さんの期待にもちろん、応えていただけると思っております。全然僕、本当にお会いしたこともないですし、なんか全然あれなんです。個人的にはそう思っておりますし。ですので、いつか、今食べれてない皆さんのお手元にも届く日が来ると思いますので、本当その日までですね、ぜひ楽しみにしていただいてていいと思います。偉大さを知りました。手としては、夜の飯テロっていうつもりだったんですけども、すいません、もうこれ、ヒカキンさんの味噌菌食べてみたです、完全に。そうなっちゃいます。本当に実際徹夜して、それでもうヒカキンさんの名前なんかこう、出さずにこうやって食べようと思ってたのに、いやいやもう手なんて当てられない、もう本当はもうすいません、すいませんって感じで。いやー、感動しました、僕は。ごめんなさい、これで美味しくないっていう方がいたら、本当に僕を全然美味しくなかったんだけどって言っていただければ、すいませんっていう感じです。もう、でも僕は本当にこれ美味しかったです。ヒカキンさんってすごい！俺も一人身なんでちょっと頑張ろうと思います。ということで、本日は、スーパースーパースター、ヒカキンさんの、味噌菌食べてみたという動画でした。これ、ゲットできる日まで楽しみにしていただければ、それまではこの動画を見てね、ちょっとなんとか繋いでいてください。ということで皆さん、本日の動画もご視聴いただき、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。せーの、バーイ。ピー、ピー、デン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 。作ります。